さあ今日のはちょっとびっくりという感じですよね。私自身のこれお話にもなるんですけども、はい、今からもう1週間ならか4、5日前にですね、うん、私もやっと第1回目のワクチンを打ちました。大丈夫ですか？はい、あのね、打った日というか、まあ、あのこの近くの小児科のお医者さんのに打ってもらったんですけどね、うん、この方がまあ上手というのか、もう神業の打ち手でね、もうほんま痛くも何もなかった。ポッと気付いたらもう1秒か2秒で終わってましたね。まあ、その前にもちゃんと問診もしてくれはってね、まあ、うちの嫁さんもこの近くのあるお医者さんで行ったんですけど、その時は5、6人ずらーっと並べてですね、まあちょっとこうなんかこう弁当込み足に打たれましてね、工場みたいですね、工場みたいですねまあなんか個人病院のちょっとこれどうかやなと思ってたんですけど、今度もうこの小児科のお医者さんは一人一人まあ診察室に入れてくれて、まあ、あの薬の名前もしかない僕も飲んでる薬の名前聞いてくれたりしまして、ね、非常に丁寧にって思って、でその日は何でもなかったんですけどね、この2日間ぐらい、それからあと昨日までしたかね、おとつまででしたかね、ちょっとなんとなしに体が重かったです。でそれでやっぱりこの左手に打ってもらったもんですから、ちょっと左手が上がりにくいと、上げて上がられるんですけど、ちょっと肩こった感じがするような感じのね、状態だったんですよね。でそれでまあ今日はそのワクチンの話をちょっとしてみたいんですけども、うん、ディレクター情報によりますとですね、これね、日本国内の接種人数ですか、全人口に占める割合というのがですね、これ NHK さんのホームページらしいんですけども、1回目を打った人ですね、これ僕も入ってますけども、これが人口の 51.3%、 まあ、わずかと言うたらいいのか、これぐらいと言うたらいいという、まあいろいろ人によって感想があると思いますけども、そして2回目を打った人がですね 39.7% ということで、日本のまあワクチンのこの現状はこういうことになっているわけですよね。でこのワクチンというのは僕もまあ打つ前にいろいろと、まあ、嫁さんも打つ前もあってですね、あのそれなりにちょっと勉強してみたんですよ、うん、でその勉強のネタというのはですね、ちょっとこれ前のテレビの放送になるんですけれども、NHK さんの公共放送さんのですね、7月の10日の土曜日にあった、確か1時間番組やったと思うの、夜中の23時頃から始まったと思うんですけれども、この番組での ETV 特集というんですかね、それで世界を変える大発見はこうして生まれたというね、カリコ×山中伸弥という番組があったんですよね。で今回のこの独特の、まあ、今まで世界的に知られてなかったというんですが、実際これだけたくさんの人に打たれたこのタイプのワクチンは初めてと思うんですけども、これをまあ発見発明しはったと言ったらいいのかね、深くばらえたというんですが、これがハンガリーのカタリン・カリコ先生というですね、女性の方なんですよね、でこの方が、まあ、こんなワクチンは絶対無理やと、こんなワクチンにもならへんと、薬にならへんというようなことをですね、まあ、皆さんから言われながら、もうずっと人生をかけてこれ開発しはったんですよね。まあやっぱりね、世の中絶対ダメやという言われていることについても、やっぱり疑問を持つということがですね、科学者の考えやということで、そういう意味でこの山中伸弥先生との対談もあったんですけど、山中先生も、まあ、哺乳類のですね、細胞がもう一旦決まった細胞はもう、それから他に新しい細胞にできることないという、これはもう教科書にずっと塗ってたことに、まあ、疑問を持たれてですね、でそれで、まあ、ああいうような iPS 細胞を発見しはったと、同じような立場の、まあ、カリコ先生と山中先生の話があったんです。でこれを聞いて、あ、まあ、これならまあ僕も受けてええかいなという嫁さんにも、受けてええかいなというようなことになったんですけれども、それはどういうことかと言いますと、もう僕簡単に言わんと時間がないんですけれども、今度のこのウイルスですよね、これコロナウイルス、まあ、皆さんもう嫌というほどテレビで画像を見ましたね。そうですね、なんかまあ白黒やと真っ黒の玉みたいなのがあって、その周りになんかウニのね、トゲみたいなのがいっぱいバーって出てるじゃないですか。でこれ色がつきますと、もっと毒々しい色になってですね、もう見るからになんかお化けやなというような、そういうイメージあったんですよね。でその中で大事なことというのは、まあ、病気の元になるもんは何かと言いますと、この言い方はちょっと白黒っぽい言い方になって失礼ですけども、まあ、皆さん分かってもらえるように、僕分かってるよね、言い方で言うてますが、要はね、トゲトゲなんですよ、あいつが
全ての、まあ、これ悪というかそれを持っているということですよね。であのトゲトゲが、まあ、いろんな格好で人の中に入ってきて、でそれが、まあ、ずっと血液を巡りまして細胞のところまで行って、その細胞には受容器官というですね、受け入れる、まあ、いわゆる人の口みたいなのがあるんですよね。でそこにパッとくっつくと、あのトゲトゲのところとその口がうまいことパッとこう合わさってですね、でその口からスルスルッとその病原菌自身が細胞の中に入っていくと。感染というのはそういうことなんですよね。トゲトゲがなければ感染が起こらない。引っかかりというか、まあ、接触というんですか、でしゃり言うたら、つながりですよね。でそういうところのうまいことその細胞の入り口とトゲトゲがうまいこと合わさってツルッとこう細胞が入るんです。それがその、まあ、ウイルスに感染したといったらですよね。で要はそれやったらそのトゲトゲが入らないようにしたらええんちゃうかというようなことを考えられますよね。でそれでこのカリコ先生というのを簡単に言いますとですね、あのウイルスの、まあ、細菌というかウイルス細菌ではないんですけども、ウイルスを作っている、まあ、あの DNA という、まあ、設計図みたいなのがあいつらの体の中にあるわけですよね。でその中の設計図のトゲトゲを作っている部分だけを、まあ、メッセンジャー RNA というですね、なんか、まあ、いわばピンセットみたいなのでこう取り出してきて取り出すんですよね。そういうことが技術できるんです。でそれ取り出したやつを人工的にバーッとたくさん作るわけです、でそのたくさん作った人工的なものに特別のオイルでコーティングをして、それを体の中に入れる、それがワクチンなんです。ああなるほど。トゲトゲを作っている養分みたいなもの、塊みたいなものをですね、体の中に、まあ、人間の向こうから取り出して、ワクチンウイルスから取り出したやつをそれだけのものにして、でそれを今度油でコーティングしまして、人間の細胞の中に入り込みやすいような形で我々の体の中に入れると、これがワクチンなんです。カリコさんがワクチン、今度の、まあ、ワクチンなんですよね。でそれでどうなるかというと、体の中で細胞の中にそのトゲトゲの設計図が入っていくわけですよね。ほな人の細胞もそのトゲトゲをたくさん作るんです。でそのたくさん作ったトゲトゲを今度細胞からたくさん出てきたやつが血液の中とか組織の中に流れてますね。そうしますと人の体の中に異物が入ってきた、異物反応というのがあって、それを戦ってその何ていうか抗体値が出てくるわけですよね。その抗体ができて、それがその、できたその抗体が、体の中にいっぱい溜まってくる。その抗体は何かというとトゲトゲの部分をとにかく攻撃してトゲトゲの効力をなくするっていう作業があるわけです。兵隊みたいなものですよね。でそれがたくさん僕の体の中にあるはずです。でそれで私が、まあ、今誰かと接触したりなんか、なんかの関係でウイルスを吸い込んだ、まあ、そしたらトゲトゲのとウイルスが中に入ってくるでしょ、まあ、そしたらそのウイルスの方を私 の、 なんなんか兵隊たちがバーッと取り囲んで死滅させてしまうという。でそれもたくさんできますから、次々できますから入ってきたやつに全面的に攻撃を仕掛けてですね、それでその細胞の口みたいなところにトゲトゲが触れられないように、触れても形が大きなったり異物になって、それうまいこと合わんようになるんですね。なんか細胞の中に入らないと感染はしないと。わかりました。それがその今回の何て言うんですか、ワクチンの言ってみたらそのシステムなんですよ。わかりやすく、もうめちゃめちゃ簡単に言ってますけどね。そやからその要は問題は、普通のワクチンの場合は、まあ、ジェンナーさんっていうのが、ね、主導のワクチンでやりはりました。これが最初ですよね、ワクチンのね。それは、まあ、実際の病原菌の死体を、まあ、死体になってもう病気にならないようになって、その成分だけ持ってるものを体の中に入れたり、あるいはまたその弱めたやつを入れたりするというようなね、そういうそのもの自身を入れてたわけなんですよね。ところが今回はそのいわゆる何て言うんですか、ウイルスの中の遺伝子の一部分、そのトゲトゲを作る遺伝子だけを取り出してくる。なるほど。取り出してきたやつを人工的にコピーするんですね。うん、バーッと。それに、まあ、特殊な油を塗って、でそれを、まあ、液体にして注射器に入れてブスッと刺す、ね。そしたらその油とのうまいことの反応でですね、人間の細胞の中にそれが入って、でそれをたくさん作るわけですよ、ギザギザを。で作ったやつに今度その辺の兵隊が寄ってたかって、それをですね、やっつける。
でやっつける生態がどんどん増えてくる。それ抗体と言われてますけど、でそこへ今度入ってきたウイルスがですね、ダーッと入ってきたら、あっちゅう間にその生態形態が取り囲んで、そこのでぶった切るか、あるいはくっつくか抱きつくか何かして肺胞の中に入れないようにするんですね、うん、それによって、病気が発生しないようにするという、そういうことなんです。なるほど、うん、でこれ今、うん、ご説明いただいたこのワクチンっていうのは、よく今皆さんが打ってるモデルナとか、ファイザーとか、そうそうそう、で、これから先使われるであろうアストラゼネカとか、そういったものと一緒なんですか？一緒ですね。そうなんですね。で、モデルナもですね、もしと言うだけだとあれば、僕はファイザーが打ったんですけども、両方ともそのカリコ博士というのが思いつかれた、そういうような新しい RNA というか、んですかね、mRNA かね、難しいですけど、mRNA ワクチンというんです、その mRNA ということの考え方を使ったワクチンですね。これなんかワクチンの種類もいろいろあるらしいですけど、僕の、調べたところで僕が理解しているのはですね、そんなワクチンを、これね、DNA ワクチンというらしいですね。いわゆるその本体の殺した汁とか、あるいは生殺しの汁とか、そんなんじゃなしなんだよね。本体の持ってる一番その病原菌の中心みたいなところの設計図だけ抜いてきて、それをバーッと工事してたくさん作って、それに油を塗ったやつを、液体に溶かして人間の中に入れるというね、そういう考え方なんですよね。じゃあ今までね、ワクチンとか薬とか30年かかるのに、あっという間にできてしまったっていうのは、このコロナに関すること以外でも同じような原理を作ると、この病気でも使えるわけですね。うん、そう使われてです、実際にがんの治療なんかにも使われているとか、もうすでに、なんかエイズにも使われかけているとか、人体実験に違うことを聞きますよね。ただ明らかにはっきりした効果が出たのは今回のこれが初めてやということで、中によると9割の効果があったとか7割の効果があったとか、いろいろ言い方はあるんですけども、完全に効果があるのでですね、世界中でこれをとにかく1回は必ず打つようにすると、2回打つようになると、2回打ったら、次3回こうなるわけですよね。そうですね、今3回が結構大変に進んでますからね。そうなんですよね。日本は残念ながらその1回もまだ完全に終わってないところがまだ少ないということ、日本よりも少ない国がたくさんあってですね、WHO さんの方は、3回やるんやったらそれをやめてですね、まだ1回もしてへんところに回してあげてほしいという考えはあるんですけども、こちらの、資料によりますと、イスラエルなんかは8月になっても3回目をやってるとかね、そうですね、アメリカは9月に何年するとか、いろいろ情報が入ってますわね、やっぱりその国のやっぱり政治家としては自分の国のことが大事だし、この際やっぱりそれで成績稼ぐ中も大事でしょうから。ああ、なるほど。だからそのワクチン、今回は今までのワクチンと全く違う方法のですね、いわゆる遺伝子の段階をうまいこと使って、それでやるということ。特にそのメッセンジャー RNA という時点で遺伝子というのはですね、割と長いこと持たないんですよ。だから割と1回やって、3週間目に2回やって、でもうちょっと効果が危険ようになったら3回やるというような格好で、割とワクチンの中では長いことずっと効くワクチンもあるんですけども、この場合は割と短い期間だね、でそれが逆にいい場合もあるということで、なんでええかというとですね、そういうワクチンのような成分とかそういう異物みたいなものが体の中に長いことあるとですね、いろんな意味で障害が起こる可能性があると。割と早いこと切れた方が、短期勝負でいいんちゃうかというようなことを、海光先生は言うてはるわけですね。で山中先生もそういう言うてはるということで、ただいろんな言い方しましたけど、山中先生と海光先生は非常にお互いにごつ意気投合してはったのね、要は教科書に載ってるようなことでこれは絶対無理やとか、これはありえへんというようなことに対してもね、やっぱり科学者はそれを疑問に思わないかんと、全て疑問に思って反対反対中じゃないですけどね、やっぱりやってみたい夢、これがやりたいなというところに、これはや絶対できんぞと言われてても、それに挑戦するのが科学者でありましたね。でもっと面白かったのは、山中先生はもともとお医者さんの出でもないし、科学者の出でもないわけですね。東大阪市のなんかね、中小企業の機械屋さんの息子さん、面白いですね。でもお父さんがやっぱりその機械で苦労してあるのを子供心でよう見てはったという、それでメカニックの方に興味を持たれたんですよね。でこのカタリン・カリコ先生っていうのはお肉屋さんのお嬢さんで、ハンガリーのね、でそのお肉屋さんで、お母さんとか姉ちゃんとかは
なんかその肉を解体するのがやっぱりちょっと怖いとか言って逃げてたけども、私はそうでなくて、体がどうなってるんだとかね、どういうような形でこう神経が走ってるんだっていうことを見たかったから、お父さんね、しょっちゅうついて回って、その解体現場も見てきたという、そういうようなところの共通点があってですね、両方とも科学者の家の出れないというところから、ひょっとしたらそういう疑問がね、発想ができたんちゃうかいなっていうことも僕面白かったんですよね。まあ、そんな話を今日はさせていただきました。